エドワード・ポステル・キング・ジュニアはアメリカ陸軍の軍人最終階級は少々。太平洋戦争壁頭の日本軍のフィリピン進攻作戦におけるバターンの戦いでアメリカ極東陸軍とフィリピンコモンウェルス軍を率いてバターン半島に立てこもり日本軍を釘付けにした。余力が尽き果てて約7万余の部下と共に日本軍に降伏したが部下の一部は バターン氏の更新によって落命。自身も捕虜となって戦争終結後に解放された。エドワード・ポステル・キング・ジュニアは1884年7月4日、ジョージア州アトランタに生まれる。祖父は南北戦争に南軍の兵士として従軍していた経験があり、キング自身も将兵に憧れていた。成長してジョージア大学に入学し、ファイ・デルタ・シータ・ファイ・デルタ・シータに所属。 1902年に大学を卒業した。大学卒業後のキングは家族から弁護士になるよう勧められていたが、キングは放送会の道を選ばず1908年にアメリカ陸軍に入隊する。アメリカが途中参戦した第一次世界大戦には野戦砲兵として出陣し、1918年3月23日から休戦発行の11月11日までの間に、 見せた野戦砲兵隊への様々な貢献が評価され、最初の陸軍主勲賞が授与された。戦艦期には1922年にアメリカ陸軍式幕僚大学を受講し、1929年から1937年まではアメリカ陸軍大学校の講師を務め、その間の1936年には海軍大学校の講師も務めた。1940年、 キングはフィリピンコモンウェルスに派遣され、順庄に昇進の上、極東陸軍司令官、ダグラス・マッカーサー大将の指揮下に入った後、自席であったジョナサン・ウェインライト中将の指揮下に入って、ホックブルソン軍部隊の指揮を担当することとなった。当時、マッカーサーの指揮下には、リチャード・サザランド、チャールズ・ウェロビー、リチャード・マーシャルといった早々たる面々が揃っており、マッカーサーは、 極東陸軍司令部を第一次世界大戦期にジョンパーシング元帥が率いたヨーロッパ派遣軍司令部に匹敵するものにしようと目論んで人材をかき集めていた。やがて1941年12月8日の真珠湾攻撃を経て極東陸軍も迫り来る日本軍との対決を開始することとなる。しかしクラーク空軍基地をはじめとする極東空軍の各基地は 日本軍機の空襲により壊滅。マッカーサーは、マニラを無防備都市とした上で、アメリカ極東陸軍の部隊を、バターン半島とコレヒドール島に分散させ、司令部もコレヒドール島のマリンタトンネルに移動する。こととし、12月24日には退去は完了して2日後の12月26日には、マニラの無防備都市宣言が出された。キングは、第1軍団司令官のウェインライトと共に、 バターン半島に立てこもった。第14軍司令官、本間正春中将は、極東陸軍とコモンウェルス軍が、バターン半島方面へ移動中であることを知りつつ、無防備都市のマニラを占領することにこだわったが、これは、ウェインライトとキングに多大な兵力を預ける結果となり、この判断ミスが、日本軍の作戦計画の足かせとなった。百四十二年一月五日には、 マリベレスに通信施設と司令部が設営される。対する日本軍は南方作戦全般における兵力の融通の関係で第16師団約7000とオっさン部隊第65旅団約7000の兵力を持って2万から3万。実際には極東陸軍とコモンウェルス軍及び避難民を合わせて約10万強と相対する羽目となってしまった。 牢場軍の巧みな攻撃と装備劣悪によって、日本軍は損害が続出し、本間は2月8日に、パターン攻撃を中止させて、剣道従来を着せざるを得なかった。しかし、日本軍を一度は追い返した、極東陸軍とコモンウェルス軍ではあったが、パターンへの移動の際に食料を移すことを怠り、また多数の避難民を抱え込んだため食料問題が勃発した。 具体的には2月中旬以降主食制限を行い、泣けなしの食料をすりつぶす音が退治する日本軍陣地にも聞こえるほどであった。伝染病も蔓延し、極東陸軍とコモンウェルス軍は食料を不足と衛生面により次第に余力が尽き果てていった。やがてフランクリン・ルーズベルト大統領の指示により、かねてから防衛軍と運命を共にすると吹いて回っていたマッカーサーは、 一転して、オーストラリアへの脱出を決心する。ところで、マッカーサーの脱出に同行できる者は、極東陸軍幕僚の内族に、バターンギャングと称するサザランドやマーシャル、ウィロビーラといった面々のみであり、ウェインライトやキングは、マッカーサーから、私が帰ってくるまで頑張るようにと、あくまでバターンを死守するよう命じられる立場であった。 脱出組一行は4隻の魚雷艇で3月11日夜にコレヒドール島を脱出。ウェインライトは中将に昇進のカズサ司令官となり、キングは少々に昇進し、第二軍団司令官となってパターンにおける総部隊司令官を兼ねた。また、1941年12月1日から1942年3月11日までの、 功席に対して、二度目の陸軍主勲賞に代わる、オークリーフクラスターが授与されたマッカーサーという王将がオーストラリアに移動し、上と病に取り憑かれた極東陸軍とコモンウェルス軍とは、対照的に日本軍は第四師団や第21師団中の長野師隊を増援に送り込み、神武天皇祭の4月3日から空と陸からのバターン層攻撃を開始する。 ウェインライトの元にはマッカーサーから降伏してはならないという電報も届けられたが、もはや日本軍の総攻撃に抵抗するだけの力は残されていなかった。ワシントン DC からウェインライトに対して降伏の許可を事実上出すこととなったが、これと相前後する4月9日朝、キングは軍師に白旗を持たせて長野死体に接触させ、降伏の意思があることを告げさせた。 日本側がキング本人の出頭を要請し、これを受けたキングは、身支度を整えた上で幕僚とともに、ジープに乗り、昼前に長野死体に接触して、降伏交渉を開始した。キングは、バターン以外の極東陸軍とコモンウェルス軍については、管轄外であることを理由に拒否した以外は、降伏を全面的に受け入れ、4月9日をもって、バターン半島での戦闘は止んだ。 キングイカ幕僚の降伏は日本軍にとっては予想外の展開であった。5月6日にはコレヒドール島のウェインライトもフィリピン全土の極東陸軍とコモンウェルス軍に降伏を呼びかけ、マニラ周辺の戦いは概ね終結した。降伏に際したキングは過酷な運命に翻弄された。キングは降伏しなければバターン半島が、 史上最大の殺戮場になることを察知して7万世の部下を救うために降伏したわけであり、降伏した将兵の中には日本軍に試行品をプレゼントする者も,もいた。しかし、7万世の部下は、いわゆるバターン氏の行進にさらされ、相当数が命を落とす結果となってしまった。捕虜となったキングは満州国の捕虜収容所に送られ、 1943年には、日本ニュース第141号、廃山の敵国不良にウェインライトとのツーショットで、登場している。当該映像を撮影した日本映画社カメラマン、本間金氏によれば、キングが登場したのは、ウェインライトがダダをこねた挙句、キングと一緒なら出てやると言ったことによる。1945年8月、日本は降伏して捕虜は自由の身となった。しかし、 キングの扱いは幸福文書調印式に招待されたウェインライトや同じく捕虜から解放されたイギリス軍のアーサー・パーシュバル大将とは違って大した扱いを受けなかった。1977年制作のグレゴリー・ペック主演の映画マッカーサーでもキングの存在はセリフの中にしかなかった。これら低い扱いはキングと共に バターンで戦って生き残った者にとっては違和感のあることであった。多くの生き残りはマッカーサーによって惨めな思いをしたと証言している。2002年、死の行進の生き残りの一人である、リチャード・ m ゴードン少将は、マニラのアメリカ人墓地でキングを含むバターンの勇士について、キングが降伏する勇気を持っていなかったら、彼ら勇士は今生きていない。キングは、 一般世間からは忘れられがちだが、キングの幸福がなければ、バターン半島は血ぬられた土地となっていたと述べた。キングは釈放後の1946年に退役し、赤十字関連のボランティアへの参加やハイデルタシータの集会のゲストに呼ばれるなどの余生を過ごした後、1958年8月31日に、ジョージア州ブランズウィックにおいて74歳で、亡くなった。 極東陸軍とコモンウェルス軍が8万余り、避難民が2万6千余りマンチェスター P318 などでの故障。バターンボーイズなどの故障もある。ありがとうございます。